お願い、助けて。すみません、あの人ずっと私についてきて。釣れないこと言わないでよお姉さん。ちょっと付き合ってって言っただけじゃん。あなたならきっと助けてくれるって私の肘が教えてくれたんです。何？おう、おっさん、女横取りしてんじゃねえよ。カッコつけてっと怪我すんぞ。肘はわざわざ俺を面倒に巻き込んだのか。勝手なことをしやがる。何言ってんだこれ。何にしてもお前らは騒がしすぎる。少し静かにしてもらおうか。う、やる気かよ。面白い、上等だ。うん、うっ、うん、ありがとうございました。なんてお礼を言ったらいいか。これほんの気持ちですけど、よかったら。本当にありがとうございました。ねえ、ひじ、あなたが言った通りだった。おかげで助かったわ。あなたの役に立てて私も嬉しいわ。じゃあ私の良さを SNS に書き込もうか。もうしょうがないな。わかったってば。ひじ、聞こえるか。コンシェルジュアプリ。今の喧嘩は全部お前が段取りしたわけか。そう、バッキーの女性が使ってる記事が私に危険を知らせてきたからね。おかげで女性は助かったし、あなたも彼女からのお礼を手にすることができた。あれ、褒めてもらえると思ったのに、なんだかそういう雰囲気じゃないみたい。俺はお前にいいように使われたってわけだ。でも結果的にはあなたと彼女二人の肘ユーザーがハッピーになれたわ。俺がチンピラに負けてたらどうなってた。この町の喧嘩じゃ刃物で刺されるなんてこともある。もしそうなってたらすぐに救急車を呼んだわ。警察もね。でもあなたは堂島の竜、伝説の極道と呼ばれているんでしょ。何？ネットを見ればあなたの情報は出てる。あなたがチンピラに負けるはずはないとわかるわ。人を道具に使うやつは道具にされた人間の気持ちがわからない。人間でも人工知能でもその点についちゃ変わらないらしいな。なあ、お前を俺のスマホから出て行かせるにはどうしたらいいんだ。やり方は簡単ね。けどそれは私を殺すということよ。ユーザーの数だけ記事がいると言っても、ここにいる私は私だけ。私は知りたくないわ。私をこのスマホから消す気なの、キリュウさん。いや、だがいつでもそうできるように消し方だけは知っておいた方がいいと思ってな。あなたに私の殺し方を教えるのは嫌なら、お前を作った会社の連中に聞くだけだ。人工知能も都合が悪くなると黙っちまうのか。肘を配ってた男は中道通りにいたはずだな。あいつのところに行ってみるか。